マジで。くっさげたまが。死ねよ、マジで。夜中に迷惑しかかけないからだな。ゴミ玉がゴミ捨てんじゃねえよ、くっさがきが。カスが。こちらか。はぁ、あ、世の中にはゴミを捨てるゴミしかおらんからな、マジで。ほんまにほんならどこいっぱい行くけどね、マジで。カスどもは、うちカスどもが集まってね、ゴミをその辺に捨ててもいい権利とかわけのわからんこと言い出さんちゃうわ、こいつは。気違いな。殺傷もすりゃええもん。くそ。はぁ、マジでゴミしかおらんよな、マジで。くそだ。多すぎるだろ、ゴミ。よいしょ。頭おかしいんちゃう。ゴミが、ゴミ玉が、いや、言うて俺がこれわざとゴミを片付けてあげる義理はないねんけど、ついでやから暇つぶしになってるだけで、ゴミ掃除の姿が発狂するのマジで。ゴミカスが、片付けても出てくるやんけ。どうなっとんねん今日。10本20本で消えへんの今日のペットボトルの。お母さん、おじいちゃん、くっそ、ゴミだ。くっそー、なくても6連休しかないからな。くそだよ、日曜日のこの勤務ちゃん誰か変われへんかな、おらんかな、誰も一緒ないよな。3人やから
競馬も外れたしな、今日は。昨日6000円取っといてよかったな、ほんま。マジで。YouTube 見て金取り込んだくないかな、私。YouTube チャンネル見て金取り込んだくないかな。視聴料入んない、視聴料や。ちょっと寒なったらな、くっさげでもうろうろせえのあるから、もうちょっと楽になるからな。まだ完全に過ごしやすいからな、これ。そこでも十分過ごせるからな。くっさげでも、まあ、くっさげでまでさ、処分しろよな。劣性電子のゴミクズどもの塊が。ちょっとついてるような気がするわ。ゴミ。よし、このまま無事にやったら今日も何事もなく終わりやな。今日も何事もなく一日が終わります。日曜日が一番しんどいな。現金初日とか最悪やねんけど、マジで。まず、疲れ切った最終日にこれが入るのもしんどいけど、現金初日にこれって一番疲れるな。これ日曜日の時もこれで1万円しかないって、ふざけんなよ、マジで。マジでふざけんなよ。1万ちょっとはないわ。今言うて実は4時間やけど、実は4時間や。これで1万ちょっとって、ふざけんなよ。1万625円ぐらいじゃん。被害者なんかゴミやな。よいしょ。ああ、 10時
21分今日何時入りしたんやろ。1時間経ったんちゃう。もう入ってんちゃう。くそ、よいしょよいしょ。40分いるから40分か。まあよ、行かないで時間潰せるから。しんど。19分、また19分や。長えな。ジャグラーの話でもすっかな。マジでもうジャグラー死んでるわ。どこの店行ってもジャグラー死んでるわ。秋田電車儲けばっかりやった。いつもこそジャグラーを取るからな。カスでもクソでもジャグラーを取るからな。ジャグラーがクソいいやねん。どっちもクソがゴミがゴミだもんだ。はあ、疲れた。やんけ。十字のやつしか見えなかったか。何か思った。今度一個欲しい。どこ行ったもう一個欲しい。なんか今度昔と形変わったくない？え？森の座ってあんな形？星の位置変わったんちゃう。やべえな。
近くにあるのよ。どう処理せえの。まあ意味は何か知らんけど。はあ、明日どこの店じゃあうちに行こうかな。元気がねえもん。帰ってこなあかんしな。そら塀も出るで。でもね、そういうのでも打ち寄って。地球なんかこんな奇跡やからな、マジで。生命体がおる星って多分地球だけで間違いなくこんなもん。すっげえ奇跡よな。こんだけあってここしかないもんな。この星しかこんな星あんのに。マジかよ。酸素がないわな。酸素が、二酸化炭素もないし水もないし。水と酸素と二酸化炭素絶対いるやろこれ。いやマジで俺の星一個なくなってんねんけど。これ世紀の大発見じゃん。俺の星一個消えてるぞこれ。やべえな。今日なんかこうなるのに星全部見えてくるわ。あでも大阪じゃ星が見えすぎるなこれ。星が見えすぎるわこれ。なんか目の前もチカ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 するものが飛んでんねんけど、流れ星なんか俺の目の錯覚なんか悪い表現はあれへんよ。地球しか住まれへんのに人間の大半がクソすぎて。マジで大差のゴミかせやねん。緊急事態宣言で遊びたくて勉強もせんで、まあ、クソガキだもんがもっとカスになっていくやんけ。カスはなんか教育しろよな。カスしか育てられへんやったらガキ作らなっちゃうねん。クソだな。ゴミは増やすなよ、クソ。長えな。20分も500分かよ。30分も覚えこれマジで言うこれ。どうやって終わっても今日の金が回ってないっていうのはすげえな。いや世紀の大発見だろこれ。オリオン座星1個なくなってるぞ。お前世界で俺が一番最初に見つけたんじゃんこれ。タレさんも星の配置変わってるもん。なんかして比べて完全におかしいやろこれ。宇宙が動いてんの。星の光が何万年前の光やっと届いてるような感じやん。何十万光年とか何十万年前の星の光ようやくこれ見てんねやろこれ。今そこにねえだろ絶対。間違いなく今そこにねえよ。なんか今日流れ星がやたらと見えるの気のせいか。これの目の錯覚か。これやたらと流れ星見えるぞこれ。やばない。でも流れ星の時点で地球にはぶつかれへんからな。地球にぶつかるのやったらものもつい、なんかもう火の球体になって近づいてきて
えらいことになってるな。星見るわ今日は。もう大阪で、大阪のくせに星見るわ今日。あれ気にせいかな。今南の南西ぐらい見えてない、金星かな。めっちゃ明るくしゃべってる。すげえな。こんなに星あんのにな。人間が住めんのはここしかあれへん。そのくせ奪い合いからな。土地や物を奪い合うからな。土地や物、ね、命まで奪い合うからな。アホやな、私。アホやな。アベクの果てに経済戦争や。アホやな。滅亡しか先に道はないからな、人類なんか。これ今の我々世代がふんぞり返って地球の鉱物資源を消化しまくっていったら次の世代のやつらどうすんねやろな。あまり、あそこに星1個は何かな。オリオンズのもう1個の星下の方に見えとるな。地球がコロナのレベルでまだなんとかなっとるけど、これもっとすげえ有毒、猛毒の致死率の高いウイルスだの何だのが出てきて資源がなくなったら人間って殺しちゃうやん人間って殺しちゃうやん。また青やから、青しかおれんから、青のクソアキどもしかおれんから。すげえな、あのオリオン座の端、あの右と左の星、オリオン座の右上の星と左下の星をな、軽さは尋常じゃないよ。あれ曇りの日でも絶対見えるな。上の時はさすがに見えるけど、大概見えとんだよあいつら。やべえな、で講習だけであれやからね、時給1250円やからね。ちなみに俺は働いてて時給1250円やけど、これ以外にも YouTube 収益もあるから、これサルファあるからね。悪いけどチャリンチャリンがあるから、チャリンが。どんなクソ動画で何でもあげとけ、とりあえずゼロではない、とりあえずゼロって言わない。なんでこんな終わり間際に、こんな終わり30分ずっと一人でぼやき続けたら、もう終わるよっていう時にやっと米1個目やねんけど。やまない、もう終わるで、1分半で。お金あげたいけどね。お金はあげたいけどね。あげるほどのお金はないけどね。さすがに1時間星眺めてたらね。世界観が変わるわ。時給1250円プラス YouTube のチャリンチャリン収益でね、もうあれにセレブやけど、星見てるだけで時給1250円、山ほどゴミ来てたけど、今日山ほどゴミを取ったわ。クソあげる、もう死ぬわな、マジで。ゴミがゴミ捨てんじゃねえ、ゴミ捨てたのは。死ぬわ。トラップになる。これで1時間で3750円ゲットです。仕事中です。仕事中に星空を眺めてます。今日は平和ですので、今日はね、無人なので誰もいないので、ことが起こることがないので、ここにいるだけの仕事です。